ね、あとさっきの団地のお話というかね、はい、新聞配達のお話なんかだとちょっとまあ似たような話で、まあ、ちょっとね昔から話してる話ではあるんですけども、はい、あの僕は中学生の頃にちょっと盲腸をこじらせまして、はい、腹膜炎というのになりまして、あ、はい、あのちょっとね死にかけたんですよ。もう死にかけてばっかなんですけど、はい、あの人食いバクタリアで死んでいますし、はい、もうねこれでも死にかけたりっていうのがあって、要は緊急手術、ありがとうございます、緊急手術で、 ありがとうございます緊急手術で、要は病院、要は行った時意識不明なんですよ。あのね、家出る時にはもう3日ぐらいお腹痛くて、はい、でも実は腸破れてて、はい、あの盲腸こじらせて、結構じゃあ危ないと言いますね。そうですそうです、中でもうこうなんかあの出ちゃってる状態、あ、はい、で近くのお店に行って、近くのお店というか病院に行って、はい、近くのお店でも要はお腹全体がもう痛くなっちゃってるんで、はい、盲腸って分かんないですね、もうね、あ、全体痛く、あの要は中破裂してる状態なので、はいはい、でとりあえず知り合い の要はそういう外科さんのところに行ってくださいって紹介状だけもらって、はい、で僕そのまま紹介状持って電車に乗ってバス乗って結構長い距離を行ったんですね。1時間半ぐらいかかるところまで行って見てもらったら、うん、その先生がたまたま往診中でいなかったんですよ。でじゃ あの待っててくださいって言われて、はい、あのベンチで待ってる間に意識不明で、はい、で看護師さんが気づいて来た時にはもう渋滞状態で慌てて緊急手術したんですよ。だから退院までちょっとすごく長かったんですよ。はい、で要はお腹を、まあ、半分中腐っちゃってるんで、要は閉じちゃうとダメなんで、開けっぱなしにされた状態で、自然に肉が盛るまではダメですって言われて、全然縫ってないんですよ。端が裂けないように2箇所だけ縫っただけで、 あと全部だったんですけど、で、部屋が落ち着くまでに、その時病院の部屋がなかったので、はい、ずっと部屋を転々と3日4日してて、最終的に落ち着いた部屋が2人部屋で、うん、隣の、まあ、要は大学生の方がいたんですね、はい、その方が要は新聞配達をされてた、はい、で要は僕中学生で相手の人大学生ですから、ちょっとねお兄ちゃんぶってこう、まあ、恋バナとかをしてくれるわけですよ。こんな感じでね、喫茶いいぞとかね、はい、なんか話をしてくれるわけですよ。でいいないいなって話をしている中で、はい、ところでお兄ちゃんなんで入院したのって聞いたら、その、まあ、お兄さんの方がね、はい、あの信じてくれるか分かんないけど幽霊見たからなんだよねって言われたんですよ。でえっと思って、で当時ねそんなにマニアではないので、何気なくでも僕信じるよって言ったら、じゃあちょっと話すよって言って話してくれたのは、要はいつものように、バイクで、割り当てられた地域をバイクでずっと走って新聞を配ってたんですって。で、当時は冬だったので、4時ぐらいなんだけども、夜中の4時ぐらいなんだけどまだ真っ暗 でずっと行く、でいや前の日から雨が降ってて、でもその朝方結構強かったんですって。だからカッパ着ながらボタ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 って落としながらも、あのバイクに乗ってずっと走ってって、でいつものルートを行くんだけども、いつものルートの最後の方に、墓場が左手にあるんですよ。道の左手にお墓場がある、はい、で墓場っていうと、まあ、聞こえいいんですけども、要は、昔の村の墓場みたいな雰囲気なので、もう要は道を隔ててって言っても道に塀があるわけでもなくて、はいはい、いきなり墓場なんですね。ずっとお墓が並んでる状態、まあ、谷中なんかにもありますけど、東京の谷中なんかにもありますけど、いきなり道からすぐ横が墓場になってる状態で、奥にお寺がある状態で、その墓場を抜けたこの右側の、今度逆の反対側の路地のところに撮ってるお客さんがいるので、はい、そこまで行かなきゃいけないんだけども、片方お墓ですから街灯もなくて、その要はちっちゃい街灯が一つだけ見えるところ、怖いわけですよ。 そうですね、でそこを雨の中ダーって走ってって、はい、で要はその一軒に配りに行かなきゃいけない、でバタ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 って走ってって行ったら、その街灯がちょっと立ってる電柱があるんですけども、電柱の下にあの白いあのゴミ袋が置いてあるんですって、はい、で要は出すにしては早いんですよね、4時だとまだね、はいはい、要は収集車が来るまでは、でもまあ早く出したんだろうなと思って、はい、そこまでバタ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 って走ってって行って、曲がろうと思った瞬間、それがスッて動いたんですって、はい、で見たらそれ白い着物を着たおばあさんなんですって。それが立ち上がったんです、いきなり。で反対側、道を隔てた反対側の墓地までスッてバイクの前横切るんですって、はい、でしょうがないからバイクブレーキかけて、ふって立ってバタバタバタ見てると、おばあさんがずっとお墓の方に行って、で目の前のお墓のところにしゃがんで草むしり始めてるんですって。でなんかずっとおえつを上げてるんですよ。おえおえとかって言って、はい、
なんか泣いてるのか分かんないけど声を上げてで気持ち悪いなと思って、で要はおばあさん通り抜けて右側の方のお家に新聞配って、でバッと戻って、で行こうとしたらおばあさんいないんですって。もうで、あおばあさんいないと思って、そのままその先行こうと思った時ふっと思ったんですって。雨の中おばあさん道歩いてるけど着物の裾揺れてたよな、全然濡れてなかったよなって思ったんですって、はい、でうわーと思って、とにかくもう早く帰ろう帰ろうと思って、最後の方なんで最後 1,2 件を配って、でバーってその新聞所の、ね、あのところに戻ろうって言ってバイクを走らせてたら、本当見通しいい道なんですよ、はい、いや要は僕の家のそばだったんで、はいはい、見通しのいい十字路なんですよ、見えてるんですよ全部周りが、あの家らしいものもなくて、はい、周りあの畑とかばっかなんで、はい、でもそこバーって走ってたら突然横から衝撃がバーンって来たら、横から来たトラックの下敷きになって、で足を骨折して全治8ヶ月になっちゃったんです。へー。で救急車で運ばれてこの病院に来て、俺手術したんだよねって、はい、であと退院まで6ヶ月ぐらいあるんだよねっていう話を聞かせていただいたんですよ。でいや本当なんだって思っちゃうわけですよ、僕もちっちゃい、ねはい、あの中学生のことです、はい、でお兄ちゃんそれ本当なのって言ったら本当だよって言って、で言ったらそこにもう一人の人が部屋に入ってきて、よーって言うから、はい、えって言ったら、あこいつね、あの僕の同じ同僚の人、はい、まあちょっと先輩なんだけど、はい、年としては俺の下なんだけど同僚の人って言って、えって言ったら、あ上に入院してますって言うんですよ、はい、で何って言ったら、いや実はねって言ったら聞いたら、要は事故に遭いましたと、で病院に運ばれました、でそこの配達区域は要はポカンと開いちゃうわけじゃないですか、はいはい、だから後任に注意事項とかを伝達しなきゃいけないからって言って、要は彼が引き継いだんですって来て、でその時に俺は幽霊見たんだと、あそこにばあさんいたんだって言うんだけど、先輩はいやそんなことないでしょって言いながら、いいっすよいいっすよって言って、次の日そのルートを担当して行ったら、同じとこで同じシチュエーションで同じようにバイクがトラックに引かれて、足8ヶ月の骨折で同じ病院に運ばれてきてるんです。2日続けて同じ場所で、はあ、すごいですね。で僕ら要は僕の方はそれでもね早いじゃないですか、単位8ヶ月とか6ヶ月とか残ないですから、はい、なのでっていうので、じゃあって言って場所聞いて、はい、で、退院した後に友達を連れ立ってポラロイド持って、はい、行ったんすか行ったんですよ。いやだから家のそばですから、あそかで要はここだよね、はい、この電柱だよね、ここだよねって言いながら、はい、その場所を見て、はいはい、でそこのおばあさんが草むしりしてたって場所に行って、はい、見たらそのお墓の横に、はい、名前が彫ってるじゃないですか。あ、はいはい、ちょうどねその隣のお兄ちゃんが要は事故に遭ったその日が13回忌のおばあさんのお墓があったんですよ。でもね草ぼうぼうなんですよ。でうわーとかって言って友達とうわーって言って出て、はい、なんかワイヤーやってたら、はい、住職がたまたま出てきて、はい、お前ら何やってるって怒られまして、でいや実はこうこうこうでこうなんですよって言ったら、あーここね今無縁さんに近いんだよねと、ご家族が要は地方に行かれちゃったんで、はい、もう全然この来られてないんだと、そうか自分の草がね要は十三回忌に草ぼうぼうだったのが、うん、要は悲しかったんだろうね、じゃあお前ら一緒に要はお参りしなさいって言われて独協に付き合わされて、でお参りしてで帰ってきて、で撮ったポラロイド見たらみんな真っ赤になってたんですよ、お墓つってなかったんですよ。はあ、それはね、はい、当時ありました。中学の友達あの時何だ4人ぐらいいたので、はいはい、みんな多分覚えてると思いますけど、はい、ですね、だから、はい、新聞配達の人って夜中怖いだろうなって思いますよね。まあそうですよね、特に冬だと結構朝まで暗いですしね。だからねえ、なんかまあ集まってくるとはまたちょっと違うかもしれないけど、はい、そのおばあさんの因縁なのか気持ちなのか、そうか、その2人続けてそういうのが起きちゃうっていうことですもんね。っていうのはね、しかも事故現場と、はい、その要はおばあさんの出たところって50メートルも離れてないんですよね。100メートル弱ぐらいかな、はい、50メートルかな、そんなもんですよ。はあ、でもちょっといろんな思いというか、ちょっと想像が広がる話でもありますけどね。そうですね。だからやっぱ自分のその草を自分でむしって誰かにやっぱちょっとなんか気づいてほしいっていう思いがあったのかもしれないですし。そうですね。